ごきげんよう。モチベーションアップ講演家の宮崎文隆です。今日は2020年、今日は4月1日を撮っております。今日は3月31日ですが、これは明日載せる動画を撮っておりますが、ここは三好市河野町市地、わらべと書いて市地と読むんですよね、来ております。今須山さんのとこです。裏山へ上がっております。須山宿です。今日はお知らせに来たのは、実は令和2年5月4日緑の日に、三好市河野町でジミー・カーターシビックセンターで私の講演会をやることになってたんですが、今日中止を正式に決めて、今のジミー・カーターセンターへもお断りをして、で皆さんへも今この通知をですね流して、今あちこちへ、歩いているところです。でもこちらへまたちょっと出ますが、須山宿の裏山に来ると、何か人間そのもののモチベーションがガーッと上がってきますね。やっぱり人間は自然の中に溶け込むということは大切です。まあいろんなストレスはみんな生きていればあるんですが、でも一番ストレス発散してくれるのは自然の中ですね。特に太陽、水、土というんですが、土などをこう、まあ、ちょっと見てもらうと、田んぼが今あるんですが、ちょっと向こう田んぼが今須山さんがずっと自分でですね耕されたんですが、まあ、私も昨日畑をちょっとやったりしたんですが、やっぱり土と接触するのはモチベーションが上がってきますね。特にまたこう 山里へ来てですね、この花などを見ると何とも言えない、こう人間の元にあるエネルギーがガーッと上がってきて、コロナウイルスでもどんと来いというような気分にはなっております。ちょっとこちらはまた移動します。裏山の自然がいいもんですから、いろいろ行っていきたいと思います。わ、ちょっと厳しい。用心してくださいね、中の。はい。はい。こうやっていきますと、これ桜も咲いてます。ハンモックはどこだ？ハンモックあるというか。ハンモックあの上。どこですか？ハンモックはこっちですよ。ハンモックは、ハンモック訪ねて歩いております。山を、この道も、須山さんが作られたです。ちょっとこれ用心してくださいね。ここは災害の名残がまだ残ってるんですが、今からまた自然をかけるところですが、まあ、こういう自然界の中には思わぬ声で行くこともありますけどね、まあ、それを乗り越えて今はハンモックへ、ハンモックを訪ねて3000里です。はい、あ、ハンモックありました。ハンモックありました。一番驚いたのは乗ってる人です。若い女の子ならいいというのに、何ですかこの人。でもこういう楽しみ方があるんですね。高齢になってここまで行けるかな。ああ、宮崎さんはそこに乗ってください。ふと2人で、はい、乗るときに気をつけてください。はい、で乗るときに気をつけてもいいんですが、一つはね、はい、まあ、その位置からね、ケツをこれ乗せる、真ん中へ、真ん中へケツ、うん、まずケツを落とす、はい、足を固定しとくよ。足を固定してケツを落とす、ケツを落とす、ケツを体重全部かける。そうそうそう、かけた。ゆっくり、なかなか難しいよこれ。バランスを取ってまたげる、足を上げてまたげる、そして中に足を入れる。ちょっと靴を脱ぎますからね。はい。まあこんなとこでしょうか。ここにね、若い女性がいたりすると会話が弾んでモチベーションがバーッと上がるんですが、なんと先輩です。でも須山さんはこの須山宿でこの山を中心に健康のこととか人間の生き方とか自然との接触の仕方とかあらゆることを勉強されてますので、次回今度ここで須山宿に来ますので参加したいなと思ってます。その時は裏山に上がって株なんていうかな、カフェ、株カフェ、切り株カフェ、切り株、切り株、切った株のカフェ、まあそこらあるんですがね、株がね、あそこらほんと座って、そこもありますね、株が。でまあ、切ったのをまたあちこち移動して作りまして、切り株カフェをやって、みんなのモチベーションをどっと上げようというイベントやってます。またぜひ呼びかけますので、皆さん一緒になってモチベーションアップしましょう。ごきげんよう。お待ちしています。ます、ごきげんよう。はい、止めてください。まあいいです、止めてもらって、はい、行ってきます。はい、また好きなの、はい、はい、こんな感じで自然があります。はい、私も乗ります。尾道道のあれがいいでしょう。あ、尾道道の
ちょっとアップできます。尾道道のあれが橋ですね。はいはいはい、あの橋が尾道道、松江尾道道です。ここは七地です。七地もいいとこがあります。はい、じゃあこの自然の中ずっと見ながら、中尾さん、ハンモック、ちょっとこれわしの分でちょっと撮っておいてや、撮ってくださいね。はい、それじゃあ三好市河野町七地からごきげんよう。またできたらここで会いましょう。よげんよう。横でね、この、あの、